2010年ストックホルム爆破事件は、スウェーデンの首都ストックホルムの繁華街で発生した自爆テロ事件である。スウェーデンテレビによれば、北欧諸国での自爆テロは、史上初であった。2010年12月11日午後4時48分、ストックホルム市内でも、有数のショッピングストリートであるドロットニングガータン、通り近くの商業施設に停車中のアウディ80。 ステーションワゴンが爆発、車内にいた二人が軽傷を負った。その直後に、数百ヤード離れた路上で、別の車に乗った男が自爆、男は死亡した。この日は、クリスマスセール商戦の初日であり、多くの買い物客で、賑わっていた。爆発が起きた路上は、ノーベル賞受賞式が行われた会場の近くで、前日科学賞受賞式が行われたばかりだった。 スウェーデンのカールビルト外務大臣は爆発はテロだったとツイッター上で声明を発表し何らかの手違いで標的に到着する前に誤って爆発した可能性があるとみて捜査した12日夜スコットランドヤードは死亡した犯人が1から2年前に住んでいたロンドン北部ルートンの犯人宅を反テロリズム法に基づき固く捜索した消息筋によれば男の名は タイムール・アブデル・アハブ、28歳でバグダード生まれの、イラク系スウェーデン人であった。1992年に、スウェーデンに移住、ベッドフォードシャー大学に2001年から2004年まで、留学して、理学療法を学ぶ。卒業後結婚し、妻子4人とイギリスで暮らしていた。モスクでは、過激に歪んだ、極端な思想を唱えていたという。 スウェーデン通信には爆発の10分ほど前に、我々の兄弟姉妹、我々の子供たちは死につつある。諸君の子供たち、娘たち、姉妹たちも死ぬだろうといったメッセージが届いていた。シュムクイスラームは、我らが、兄弟は、ストックホルムにおける作戦で順位死を遂げたとする文章を、サイト上に掲載している。犯人のタイムール・アブデルワハブは警察に送った。 電子メールで、スウェーデン軍のアフガニスタン中流やムハンマドを犬に、模した、風刺画を制作した、スウェーデンの芸術家、ラーシュビルクスを非難していた。ありがとうございます。